はい、というわけでね、隠されたルートが解放されました。達成ステージ45クリアしです。裏ルートどっち、とりあえず裏行ってみっか。これは霧、これは源流ですね。きっと天竜源一郎がここにいそうですね。なるほど。でこの辺もね、大変そうだな今回のイベントは本当に。はい、どうも、妖怪チプニプニ今回もやっていきます。ということでね、ちょっとずるいんですけど、ゲットしましたんでね、黒龍さん、なんでやっていきましょう。幻はゲットできるんだ、すごいね。まあ特に難しくないのかな、トップいれば。しかもすごいね、こんがりのダメージカットが効いてる。ここくるだよね。一応コンボおまけに上げとくか。これいけんのかな、技レベル2。あんなに大変だったのに。あら、ゲットのおまけ付きでした。まあいいや。はい、ということでね、初倒しで初ゲットですかね。歓迎してくれた、幻ゲット、不思議。はい、ということでね、霧の湖、私がね、インドに初めて行った時ね、すごい霧だったな。これは SS のみ、ちょっと編成しましょう。はい、とりあえずね、不思議できました。イザマシの方がいいのかな。まさかまたミイラーボールを使えるとは。え、弱いんでしょこいつら。あ、なんか強いような。まあいいや。これバッツだっけ。とりあえず技レベル高いやつを連れてきたけど、懐かしいね、義経種族効果アップ。これ本当は溜まった状態スタートの元祖。昔はね、キラコマサンタ狙うために努力をしたもんだよな。懐かしいな。まさかキラコマサンタ、当時はでも結構キラコマサンタね、買った人多いんじゃないかな。買ったっていうか、すごいね、 SS なんだ。次は SSS かな。あ、ここも SS。 へえ、行きましょう。4万。本当はね、キラコマサンタの技レベル高かったらあっという間に止まった状態でスタートなんだけど。うわ、そうだな、特にミラーボールって繋がりやすくなるってことじゃないか。そうだよね、攻撃力ダウンじゃなかったっけ。あ、ダメージカットだ。そうだ、昔はなんかミイラボールでダメージカットしてなんか一発打ったりしてたな。なんかほんといいね、こういうの懐かしい。なんか種族で縛ってくれてもいいけどね。サブアカとかはね、こういうの技レベル低いんで、ほんとね、ミンヤカだけだね、こういうのできんの。まだあるんだ、
結構ドロップしてくれるな。まだある。あ、風民だ。あ、オネムのせいってことは S ランクですね。 S ランクも隠しステージ、なんか今後こういう時代が来るのかな。なんか隠しステージヘボいって文句言っても申し訳なかったかな。でも S ランクか。まあでもね、この後ろにはね ZZ ランクがいるわけだからすごいですよね。うわ、ミラーボール使ってるよ。懐かしいな。なんかここなし攻略でミラーボール使ってたよね昔。それでもう倒せるよ。反撃もねえしな。今日回しとくか。キラコマも入れた方がいいのか。キラコマ所属効果アップだもんな。これ入れとくか。キラコマ入れると見にくいかな。でもよく考えたらキラコマもね、前なんだっけ、天聖レジェンドのキラチャラの時にね隠しステージにいたよね。はい、ということでラストね、チャンスタイム。でも今回、お、ここで源流が来ましたね。天竜源一郎来ました。こんな顔しててなんか牛尾とトラのあれみたいだけど、ラスボスなんかね、もののけ姫じゃなくてなんだっけ、牛尾とトラのなんだっけ、あのラスボス似てる、なんとかの剣。あ、何、牛乳なんだ源流。うっそー、牛乳は毎日1個しか買えないやつじゃん。ヒットポイントはいくつ ?5 万か。じゃあもうこれで、攻撃力アップで一発でそうなるわね。嘘でしょ、これすごいな。これで終わりかな。おお、足りないの赤だったかな、オレンジじゃないか。ということでとりあえず倒して、じゃあゲットまでやっていきましょうか。面白い。うん、赤の子だったね。よいしょ、バットなら一発。OK! ということで3回目で落ちたな。意外に落ちやすかったですね。はい、ということでちょっとね、牛乳はあんまりないのでそこが課題ですね。俺を友にしたいって素直でいいね、お前になら力を貸してやってもいいぞ、ということで、はい、天竜源一郎と友達になりました。やったー、源流ゲット。不思議のね復活スキルさんが持ってるので、まあ非常にねありがたいですね。不思議は正直まあ私の手持ちだとね、まあこれメインアカウントなんだけどあんまり強くなくて、そう、今までね将棋アマテラスをね使ってて、あれこの前不思議の復活スキルの SZZZ ってなんかいなかったっけ。あれ今回のリュウタか、あれなんかこれでいなくなってもいいなんて思ってたけど、あれなんか勘違いしてんな。はい、まあちょっと源流ね、これありがたいね、本当にいい試みですね。維持でね復活で、なんかしかもダブルスキルもないから、なんかね、あの純真の方ですから不思議竜太ですね、なんかモヤモヤもなくゲットできてよかったかなと思います。あ、絶品牛乳がねなのが本当に残念ですね。なのでまあ毎日買っても
そんなの大したことはないので、まあしょうがないねって感じですね。しょうがないね。もうフルーツ牛乳で頑張るしかないね。源流ね、源流に S ランクミッションね、51,566。なんで100均にしちゃったんだろう。これ整理だけだな。これが攻撃力アップ、これもバフだ。このバフ、ディバニャンエース、これ失敗したな。必殺じゃねえよなこれ。なんで100均に作っちゃったの。やばい、無事終わりました。はい、ということでミッションね、これゲットになります。ランク S の妖怪のみでクリア、いいね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあ、これでできたらね、カンストしたいっていう感じですね。うん、ミッションもね、一応黒龍のねミッションもあるんで、それって感じですかね。あ、関係なかった、これか、幻もう一回倒すか。はい、そんな感じですね。特にいいかな。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。牛乳が欲しいな。コツコツ買っとけばよかった。